皆様おはようございます。本日はですね、針生姜の作り方ですね、こちらを動画にまとめていきたいと思います。ですね、もうそんなの知ってるわよと、もう簡単じゃないのと言われる方も結構いらっしゃると思いますので、そういう方ですわね、そういう方はですね、スルーしちゃって結構でございます。とりあえず、基本中の基本は食の針生姜の作り方いきます。まずですね、生姜ですね、フルネ生姜でございます。これをですね、まだ皮がついております。これをですね、くるくるくると、皮を取ってまいります。はい、こんなような感じでございます。皮が取れて、こっちが生姜ですね。まあ、この皮の方もね、煮込みとかいろいろ使えますのでね、あとぬか漬けとか、これ捨てないようにしてください。もったいないですからね。で、多少皮がね、ついていても結構でございます。あとはですね、この包丁を入れて、かつらむきというんですが、つらつらつらとカツカツカツ、カツ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 ラカツカツラで、ですね、親指でですね、親指と生姜と包丁ですね、それを、この親指でなんていうんですか、生姜のあの薄さを感じていただければ良いかと思います。あとはですね、包丁をですね、このように上下に動かす、上下に動かしながらこっちの手でですね、こう生姜をこう送り出していくような感じですね。はい、あ、いやー、ちょっと喋りながらだとダメですね、切れてしまいました。はい、ではちょっとサクサクサクと、いってみたいと思います。はい、ですね、お料理屋さんとかはですね、もうこれ生姜1本分ぐらい針生姜作っちゃっても結構ですが、ご自宅でですね、あまり針生姜ばっかり作ってもしょうがないのでね、使う分だけ、もうこのぐらいでよろしいんではないでしょうか。あとはさっくり切ります。はい、ここまで、できましたですね、あとはこれ重ねて切っていくだけでございます。適当な、大きさというか長さに切って、やりにくいですね、非常に。はい、あとは、刻んでいきます。こんな感じですね。できるだけ細くね、刻んだ方のが針のイメージが強いんではないかという感じで、針生姜ですね。はい、キザ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 キあとはですね、こちらですね、冷水に、放ってます。はい、こんな感じになりました。いかがでしょうか。はい、針のような生姜、針生姜でございました。お使いになるときはですね、水をこうよく切って、盛り付けていただきたいと思います。それでは本日は、針生姜の作り方を、動画にまとめてみました。よろしかったら、皆様挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは失礼いたします。針生姜です。